先週土曜日、地元の鳥取県若桜町に石破元幹事長の姿がありました。握手してた。はい、すいません。この日訪れていたのは地域の夏祭り。笑顔で撮影に応じるなど、地元の人たちとのひとときを楽しんでいました。5回目となる総裁選への挑戦が取り沙汰される今、地元に戻り何を思うのでしょうか。この国に必要なリーダーはこういう人ではないかと思います。片山悦子です。日曜、鳥取市では毎年恒例の国政報告会が開かれていました。会場にはおよそ1600人が詰めかけ、開演前には満席に。総裁選への出馬表明を期待してか、立ち見の人も。何か決断をするときにお話をすべきは地元の皆様方だ。そして自分を国会議員の立場に置いてくださった方々の思いにきちんと応えられるような、そういうような決断をしなければならないというふうに改めて思っておるところであります。思うと同時に、安全保障の在り方や経済政策、東京一極集中の是正など、およそ45分にわたり集まった聴衆に語りかけましたが、この日も総裁選に向けた明確な判断は示しませんでした。講演を終えた石破元幹事長は、いつということは今申し上げる段階ではないが、やっぱり公募が一つの目処ではある。自らの政治活動の原点は常に地元にあると語る石破元幹事長。子どもの頃過ごした鳥取県八頭町に近い若桜町もその一つです。毎年訪れているというこの夏祭り、この日も地域の人が出す屋台を一軒ずつ回り、言葉を交わしていました。カラシバは生姜の方が美味しいと思う。今は生姜にしてるのに、あんまりよく聞いていい。いつもありがとう。ありがとうございます。気合いを入れて今日は食べる。はい。新しい味だね、これね。角煮とパンって合うんだね。メディア各社の世論調査で、自民党の次期総裁候補のトップに名前が挙がる石破元幹事長。地元の期待も高まります。すごい気さくな方で、ぜひ総裁になっていただけたら鳥取も盛り上がるんじゃないかなと思います、はい、次期総裁の話も出てますし、すごい地元民として期待してますので、本当に頑張ってほしいです。前回出馬されなかったので、今回出馬ぜひしてほしいと思っています。鳥取県初の総理大臣の誕生を待ち望む地元の声。石破元幹事長は何を感じたのでしょうか。一番の地元は矢継ぎ踏んで、それで分けてもこの国道29号線沿い、若狭谷、ここがまあ一番のホームグラウンドですからね。鳥取市から来てる人も多かったし、やっぱり楽しいね、地元に帰って。地元の期待にどう応えていくのか、繰り返される記者の問いに、地元がいろんなことを期待していただいて、それに応えたいっていうのは国会議員の常に原点であり原動力ですからね。そういうことを忘れることはないですよ。それにどうやって応えるかっていうのはなかなか大変なプレッシャーでもありますね。9月の自民党総裁選まであと2ヶ月、お盆が一つの目処という石破幹事長、今後の動向に注目です。